さ、えー、まあ、トモキャスの時間でございます。ちょっと声小さいかな。ちょっと音量上げてきます。えー、トモキャスで、えー、ございます。えーとですね、本日もね、えー、トモキャスの放送を、えー、してるんでございますけども。まあね、まあ、まあ、ちょっとね、最近ね、マイクの調子がね、 ものすごくね、悪いので、雑音とかね、ブーって入っちゃうかもしれないですけど、まあ、そのあたりは、ちょっと、まあ、ご了承いただければなと思います。いやね、もうね、あれですよ。うん、5月もね、終わりに近づいてきましてね。まあね、あのー、YouTube の方もですね。<laughs> YouTube の方もなあ、こう、ストックがね、動画のストックがね、もう足りんくなってきまして。で、まあ、こうやって、ト、えー、もキャスの時間を増やしてるんですけども。まあ、ほんとさ、こう、4月、5月ってさ、やっぱりこう、うんまあ、新,新しく学生になったりとか、社会人になったりとかする人が増えてね。まあね。 うーんまあちょっとみんな結構今忙しいのかなーっていうのは思うしまあ仕方ないんだろうけどはいあ一名さんいらっしゃいこんばんはあな湊さんどうもいやねほんとね大変ですよもう <coughs> このねまあキャスもそうだしまあうん まあ、YouTube もそうなんだけど <laughs>、とってもね、最近ね、かそっちゃってるんですよね。かそっちゃってる。一応ね、YouTube もね、毎日投稿を続けてて、まあ、一応ね、このキャスでね、あの、まあ、放送した内容っていうのは、まあ、あの、<laughs> 時期にね、 まあその、ね YouTube の方にね、まあ <laughs>、走してくるんですけども <coughs>、まあそれにしてもね、なかなか、うん、閲覧数が、ね、こう、キャスやってても伸びずに、まあ、YouTube も伸びずに、みたいな。 まあね、YouTube の方もね、2018年のね、これね、2月ぐらいの改正によってね、あの、まあ収入がね、こう、チャンネル登録者が1000人いかないと得られないっていうシステムに変わってからね <laughs>、まあ底辺 YouTuber のね、こうモチベーションがだだ下がりしたっていうのもあって、まあある意味ね、まあそのお金目当てでね、YouTube をやる人が減ったっていうのはね、 いいことなのかもしれないですけど、やっぱりね、そこはね、こう、参入障壁、うん、要は、まあ、うん、なんだろうな、まあ、新規ね、参入して新しい、こう、才能の目じゃないけども、まあ、ユーチューバーになりたいよっていうようなさ、こう、小中高生みたいのがね、やっぱこう、参入障壁が高くなると、ああ、諦めちゃうよね、みたいな。あ <laughs> それはもう、 しょうがない。なんかね、相当、相当元々自分でコミュニティ持ってるとか、相当面白いことやらんとね、なかなかね、新規で参入してもね、結果のこそのって難しいと思うね。キャスも多分そう。そんなね、だいたいね、あのね、ともキャスとかってことで放送してるけど、トもキャスなんかね、見に来るやつなんてね、港ちゃんぐらいだからね。本 <laughs> 当いや、ほんと。ほんとそう思う。<laughs> 悲しいよね、ほんと。だいたいさ、荒沢のさ、おじさんがさ、荒沢、荒沢のおっさん荒沢のおっさんって誰だろう、マジで。荒沢のおっさんがさ、ああ、みなとちゃんはえー、大学進学できたらゲーム実況やりたい。ああ、ゲーム実況いいんじゃん。いいじゃん、ゲーム実況。何のゲーム実況やるのかな。いや、<laughs> ゲーム実況いいよね。うん。マイクラ、ああ、いいね。マイクラのゲーム実況とかね。うん。<laughs> 大学進学できたら、ぜひマインクラフトのゲーム実況していただいて、みたいな。あもう一名様いらっしゃい。えー、ともキャスの時間でございます。えー、この番組はですね、私ね、アラサーのね、ともさんがね、ですね、 あただ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 食べってるだけのラジオでございます、うん、一応ねこの後にまあ木下さんっていうねあの僕のラジオの相方がいるんですけども一応木下裕二と鈴木智也のおしゃべりという番組をですねこの後ねやる予定なんですけどもそれまでの間ちょっとトモキャスをやりますえー、PC 版で MOD 入れてやりたいああ <laughs> 何マイクラとかでさ、ゲーム実況したらキャス実況とか、まあわよくば YouTube とかにアップしたりとかしたいのもっともっともっとねもっとってなんだろうちょっとわかんないけど。もっと。はい。もっとも知らねえのがおっさんみたいな感じでディズられそうだけど、なんかまあもっと知らない。よくわかんない。ごめんなさい。あ、S ランス3名様、えー、いらっしゃい。 いや、ちょっと、ちょっとなんかこう、リスナーさん、ちょっと増えると嬉しいよね。ちょっとね。あ、もうこれ、みなとちゃんのおかげだわ。あ、と思ったら、二人になった <laughs>。悲しすぎる <laughs>。悲しすぎる <laughs>。一瞬素通りしていなくなるっていうね。はあ、いや、もうね、もっとってなんだろうね。もっとってなんだろう。まあ、いや。 まあ5月もね、まあこう終わりに近づいてですね、まあなかなかこう、僕はですね、あの、結構こう、5月病じゃないですけど、ちょっとまあ最近は、まあちょっと元気ないかもね、みたいな <laughs> 感じでおります。まあね、本当ね、いろいろ、いろいろありまして、う、ん 便利系とか工業系とか農業系とか追加要素的な感じ。えー、そん、そういうのがあるんだ。その、マインクラフトの中でそういうのがあるみたいなね。<laughs> なんかあれだね、まあね、うん。マイクラってさ、PC 版とかでさ、やる場合ってさ、 これノートパソコンとかでも結構間に合っちゃう感じなのかな僕今ノートなんだけど、パソコンがね。どうなんだろう。環境的にノートでも間に合うのかな はあ、やっぱノートだとね、めっちゃ重くなっちゃうっていうのはあるよね。だからね、なかなか僕ね、ゲーム実況ってことに踏み出さないんだよね。うん。基本的にね、パソコンノートしかね、あれなんだよね。うん。パソコンはね、ノートしかね、持ってないんです。まあ、そのデスクトップ買ってもいいんだけど、<laughs> まあ、デスクトップってね、結局置くとこ固定みたいな感じになっちゃうから、まあ、 移動できる分ノートの方がねまあ便利っちゃ便利だゃ、ね、やっぱゲームするってなったらねそれなりのもの、うん、使わなきゃいけないと思うんだけどうん <coughs> まあゲーム実況もねじきにね僕もねやれたらいいなと思うんだけどうん <laughs> 今、今非常に落ちていて、そんな元気はないんです。うん、<laughs> 落ちていてとかさ、もう、落ちて、5月病 ?5 月病っていうか、もうなんかやっぱね、こう、どっとね、やっぱね、20代から、えーまあ、20代からね、今年のね、ああ一緒にやりましょう、ぜひできたら。 20代からね、もうね、こう30代っていうところにこう突入してね、まあ、今月誕生日だったらでまあ、10日、10日ちょっと前ぐらいね、誕生日だったんですけど、やっぱりね、なんかね、こう、やっぱ20代、なんかそこ本当おっさん臭いって言われるかもしれないですけど、やっぱね、20代、20代っていうのと、30代っていうのでは、やっぱこうなんか、じ、 自分はそうなったつもりなくてもやっぱ感覚違うよねっていうのあって、うん。<laughs> いやーなんかこうやっぱこれまでのね、その、まあ人生ね、まあ30年っていうことでね、まあ折り返し地点になると思うんだけど、まあもちろんね、100年、うん。 100年生きる時代とかってね、今言われてますけど、言って僕人間せいぜい50前60年、まあ、い最近だと、まあね、あのー、ヤングマンとかで有名だったね、西城秀樹さんがね、亡くなりましたけど、西城さんだって60ちょっとぐらいで亡くなってるわけで、やっぱりね、30って言うとね、人生折り返し地点に来たなっていう感じなんですよ。<laughs> ただやっぱこう30年、30年63だよね。うん。 大体もう半分ぐらいじゃないですか。まあ、まあ、63って言うとまあ、ね、30って言うと大体半分ぐらいに来るじゃないですか。まあね、人生半分、半分、あと半分かって考えたときに、まあ30なんてまだまだ若いよっていう人もいるけど、30ってやっぱ結構もう、おじさんだよっていうか、っていうのもあるじゃない。 でそんな中でね、じゃあこう30、まあ20代、10代、20代ってさ、自分がね、今日までね、何を残せてきただろうっていうことをね、考えたときに、まあもちろん、あの、ね、いろんなことは、それなりにはやってきてはいるけども、でもやっぱり、そうだね、ああ、こんばんは、MISIA さん。やっぱりね、 うん、やっぱこう時が経つのっていうのにあっという間だなっていうのはねつくづく思うよね、うん、この年になってみると本当に時間ってさあっという間だよねだからこんな感じでさどん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 やっぱ年老いてって、えー、いずれはねあの墓に,入墓に入るか分かんないですけど墓に入るのかと思うとねなんか悲しいよねやっぱね うん、皆さんのねこう人生の楽しみって何でしょう本当に、うん、人生は何を楽しみに生きればいいんでしょうかそれがねものすごくね今あの僕の中でね、うん、かなりの迷いがあります、うん、やっぱりこう毎日 毎日、大概の人はもう同じことの繰り返しになるわけですよ。あまり変化のない日々を送るわけですけども、どうでしょうっていう。何を、何を目標にというか、何を楽しみに皆さん生きてますか。まあね、これね、10代とかに考えさせると、まだね、この先、ね、まあ夢も希望もあるだろうから、あれですけど、やっぱね、こうね、振り返ってみると、 こう、やっぱね、10代の頃はいろんなことにね、夢ふ、いろんなね、こう、夢をね、やっぱ見るんですよ。ああ、将来こんなことやりたいなとか、こんな風になりたいなとかね。あこうなってるだろうなとかね。まあ、いろいろあると思うんですけど。もちろん、あれその10代によっちゃ、まだね、10代だから。 まだ高校生だから大学生だからっていう感じでね <coughs>、まあ、先のことなんかねちょっとね分かんないなっていうか自分がね何をしたいのか分からないそうなっちゃうと思うんですよ多くの人がねここで悩むのがね自分が何をしたらいいか分からないっていうこととそうだよね 自分が何をしたら将来なんて考えられん今を生きるのにせやっぱりそうだね自分が何をしたら何をしたらいいのかとか何をしたいのか何もしたいことがないっていう人も迷うししたいことがたくさんあるっていうのもまた迷うんだよね道ってね一つじゃないと思うんですよ僕は道 今、皆さんがね、歩いてる道ってあると思うんですけど、道って一つじゃないと思うんです。いくつもあると思うんです。いろんな可能性があると思うんです。ただね、その道をね、切り開くのっていうのは、やっぱりね、僕はね、若さだなっていうのはね、一つ、30になって思うことがあります。 ずっと自分が満足するものを満足するまで頑張っていたけど、最近は他人が満足することをやってあげるのが価値のあることだと思えてきた。うん。それはいいことだね。人が、人がね、喜んでくれることをやるっていう。自分のためじゃなくて、人の、人に、人を満足させるためにすると。それは本当に非常にいい考えなのではないかなと思います。うん。 まあ自分のため人生は結局一番はね自分のために歩まなきゃいけないっていうのはねやっぱつくづくねあの最近になってね僕はね思います一番大事にしなきゃいけないのってねやっぱ自分なんですよ自分が一番大事なんですよ僕はねやっぱりこう幼い頃からねあの両親にね、まあ、人のために人のためにっていうふうにね、まあ、言われてきたので やっぱり自分の幸せよりも他人の幸せを願ってしまうみたいなところがやっぱ多々あってまあ例えば欲しいものが一つあってもやっぱり譲るという考えを持ってしまってるんですね分け与えるとかでもその果たしてねそうして得たその優しさというものっていうかそういうものがですね 果たして自分に帰ってくるものかどうかっていうことをね、考えたときに、それはもちろん見返りっていうものはね、本来は求めないはずなんですよ。れは無償の優しさっていうのがあるわけだから、見返りは求めちゃいけないんだけども、でも他人に優しくしたその瞬間は、自分自身は幸せだとしても、やっぱり、他人にね、 優しくししくくてても尽くしても尽最終的に何か自分にね帰ってくるところがなければやっぱりいつまでたっても自分は幸せにはなれないんだなっていうのはねつくづく最近は思う限りでございます、えー、子供の頃は自分に余裕がなかったけど今は自分に余裕があるのかもしれないうーんそうだね 子供の頃は自分に余裕がなかったけ今は自分に。うん、まあ、大人になってくにつれて余裕っていうものは出てくるよね。だから人に何かをしてあげれるっていうふうに思えてくるのってやっぱそれは大人になった証拠だと思うんですよ。うん。いい言い方をすれば大人になった証拠。だから自分に余裕があるから人に何かをしてあげられる。いい意味だけど、まあ、うん。なんだろうな。 人に何かしてあげても自分を人に何かしてあげて大,大事にしてあげてっていうので結局こうなんだろうな僕思うのはやっぱ人に何かしてあげたいとか大事にしたいと思うのってそれやっぱり <coughs> 自分が人から好かれたいっていうのがね根本にあると思うんですよ僕はね無償の優しさっていうのはもちろんあるんだろうけどやっぱり人から好かれたいっていうことが前提にあると思うんですよね で人に好かれたいから優しくするのって、それは自分が、自分に自信がないから嫌われたくないっていうことの表れだと思うのね。人に尽くすっていう行為するもさあ、無償で尽くせるならそれが僕は一番いいことだと思うんですよ。当然ね。無償で尽くせるなら。でもなかなかこう、無償で尽くすっていうのはね、 人間難しいことだなっていうのはね最近考えさせられています <laughs>、うん、助け合いの精神でさ自分が何か人にしてあげたらさ、えー、自分が困った時にさ、えー、人が手を差し伸べてくれるっていうのはよくあるんだけどそうとも限らないっていうのはねわかるんだよねうん 例えばね、友達とかにね困った時にね、うん、友達だからって言ってね何か例えば何かしてあげたとかっていうのがあったとしてねだけどもね自分が困った時にはね友達に余裕がなければねやっぱり何かしてもらえるわけではないっていう、うんまあちょっと何言ってるかわかんないかもしれないですけどね最近まあ、うん、そんなふうに思う 友でございます <laughs> まあ30年たって、まあ、こう生まれも育ちもこの日本という国で、まあ、生きてきて、うんまあ、当たり前のようにね当たり前のように当たり前のことして生きてきてうん それでも自分の、うん、こう目指してる場所というか、うん、自分の求めてるものっていうのがねよくここに来てね分からなくなってるっていうのがね一番ね悩ましいところかなだからやっぱよく言われたんですよ20代とかね10代の頃はねエネルギーがね満ち溢れてるからよしやるぞっていう気になってるっていうのは 結構あると思うんだけどやっぱ30っていうね節目を迎えることによってやっぱこう控えめになるよね勢いってねものすごく僕大事だと思うんですよ勢いね勢い持てるのってね若いうちだけなんですよきっと本来はいくつになったってその勢いがあったっていいんですよ別にがむしゃらに突っ走ったって無鉄砲でも何でもいいんですよ とにかく前に突き進むっていう信念を持ってやるっていうことは、それは全然いいことだと思うんです。はい。ただね、まあ、ちょっとこう <laughs>、疲れだからなっていうのが最近思ってまして。はい。なんでこのうつキャスみたいになってるかわかんないけど、あ、すいません、なんか。 MISIA <laughs> さんも、ミナとちゃんも聞いてんのかなわかんないけど <laughs>。<ああ笑>いやー、ほんと、なんだろう、30分一人で喋るのってさ、ものすごくきついよね、はあ。今日ね、この後実を言うと、木下さんと、あ、聞いてる木下さんと、えっ、ー、と、おしやベリーの時間がね、この後一応、待っている予定なんですね。 で、まあ、おしゃべりまでの間、えー、で僕はトモキャスをしてるんでありますけども。うん、まあね、今実を言うとね、まあ、この番組の冒頭でも言いましたけど、YouTube の方の、えー、動画のストックっていうのが実はもう切れかけてまして、えー、5月の19日の、えー、<coughs> まあ、 その動画を最後にですね、まあ、この後、まあ、20日、えー、21日っていうほどのストックが全くない状況なので、まあ、今日放送した分を YouTube に載せないと、まあ、YouTube のストックが切れてしまうっていう状況に陥ってますまあね、木下さんとかが、ね、結構ゲーム実況とかね、いろいろやってくれて、まあ、しばらくのストックはね、溜まってたんですけどなかなかやっぱ UGP 内部でも作品が全然出てこないような状況下にもありますし うん、またね、僕自身もね、なかなか最近、こう、キャスとか、えー、まあ、うん、他、いろいろコンテンツありますけども、まあ、そういうものが出せてないっていうのもあって、かなり木下さんとかに負担をかけてる状況で、木下さんも木下さんでね、やっぱね、自分の活動もあるしね、うん、やっぱここ、まあ、こう、4月、5月なんていうのはね、誰しも忙しい時期ではありますから、なかなか、 うん、コンテンツがね、こう用意できないっていうようなね、状況がね。<laughs> えっと、UGP というのはですね、えー、まあ、あの、インターネット上で、まあ、いろんなこう、クリエイターさんだとか、まあ,あと、こう、なんだろうじ、まあ、ゲーム実況する人であったりとか、 まあこうラジオをやる人であったりとか歌う歌う人であったりとかっていう人たちがなんかこう集まって一緒になんかこう番組作りというかえものづくりをするようなサークルでございますでそこを一応この芸能企画団体アンダーグラウンドプロモーションっていうところのえ放送枠として今このトモキャスはやっているということになっています そういう手でやってるけど、実際問題自分の個人アカウントみたいのでやってんだから、まあ、個人は個人みたいな感じだけどね。ああだって今、木下さん待ちでね、あの、トモキャスやってるんであります。<coughs> 今日は、昨日の旅というアニメをアニメドラマにして友達にあげて、画面見なくても聞くだけでわかるようにね。ああ いいね昨日の旅うんまあいろいろ木下さんってやるのは何時からいやもうなんかちょっと木下さんの木下さんが今お風呂行ってるのでそれ帰ってき次第って感じなんですけどうんどうだろうねほんとそれまでトモキャスグダグダやってるつもりだけどね うん、<laughs> 何その湊ちゃんあの木下さんでやるのはちょっと楽しみだけど友キャスなんか聞きたくないってか <laughs>、うん、まあおじさん適当なことだべってるだけのラジオなんかくっそ面白くないからねこんなんで、ね、分かってるよ、うん ということでですね、まあね、26分19秒というのね、ここ回ったところでですね、一応この動画1回目ともキャス1枠目をちょっと締めさせていただくことにします。えすぐ、えー、次枠やるので、良ければこう、引き続き聞いてください。えっ、ー、と、最後にこれ YouTube の方をアップロードしますので、えーまあ、YouTube ご覧の皆様は、えー、YouTube の方で、えー、今日の動画良かったと思う人は、えー、高評価、えー、また、えー、チャンネル登録とお願いします。 23時30分から好きな人がキャスやるらしいからどっちに行こうか迷い中。あ,あ、全然なんかあの他の方キャス行ってきてくれても全然いいですよ途中で。はい。<coughs> はい。ということで一回ライブ、えー、終了いたします。すぐ、えー、返します。